I'm not afraid of the dark.
刺されて
てもダレさの世界で勇気を与えるヒントを探すでない臆病だって常識を破れ踏み出せよ踏み出せよはみ出せ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 繰り返してへこんでは反省と反省ずっとした揺れる手しおれば笑いながら心が歪め誰もまだ成し得てなくて僕だけが知る未来へ愛に溢れた世界は悲しくて美しい たとえ僕がいなくても夢にあふれた希望は現実を映して惨めだけどずっと色がなければいいのにね桜の願いがいつか叶うような世界になるなら誰かの渇きを心から歩くそれがヒーローだ僕らの世界でどんな笑いも乗ったと指さされても誰かの世界で勇気を与えるヒーローかもしれない臆病だって常識を破れ踏み出せよはみ出せヒーロー自由になれはみ出せヒーローはみ出せはみ出せはみ出せ、将来は一人一つさ手を伸
緒にいればそんな敵だった。会えるだけで笑うだけで、まるでここが世界の中心みたい、本気でそう思えちゃうくらいに。くじけそうになった時は思い出が溢れてる。カメラロール見てまた頑張るよ、きっときっと平気。越えちゃえるまで笑い合った日、つまらないことで喧嘩をした日、そんなどれも一つ一つが明日からの僕らの味方になる。限定イベント私たちのアトリエボリューム2にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。改めて自己紹介させてください。はい、橋本美穂です。はい、西野千秋です。はい、小野寺あずさです。はい、麦田さん。はい、浜辺ゆりのです。はい、三浦奈子です。私たち真っ白なキャンバスです。よろしくお願いします。はい、今日はファンクラブ限定イベントということで、ファンクラブの皆さんお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。ファンクラブ限定イベントは2回目なんですけど、うん、第1回目はなんか聞こえてきたんだよ。なんかもう何も聞こえないよ。あれ、何も聞こえない。なんか、気のせいかな。気のせい、耳が研ぎ澄まされてたみたい、ごめんね。第1回目は、ツアー前だったのかな。でツアーにちなんだ企画とかをやったんですけど、今日はここにいる皆さんとゲームで一緒に盛り上がっていきたいと思います。やったやった。それでは早速ですね、お笑い企画のエキスパートこの方々に登場していただきたいと思います。どうぞ。どうも、ねちゃまがでーす。こんにちは。ありがとうございます。すいません、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。僕らの端っこ、両サイドに行かせていただきます。はじめまして、はい、吉本興業から来ましたネイチャーバーガーと申します。お願いします。お願いします。ありがとうございます。すごい熱気で。ちょっと皆さん聞きたいんですけれども、ネイチャーバーガー知ってるって方どんくらいします？
みんな手あげんだよ、これ。違う盛り上げた、ちゃんと。そう、ちゃんと盛り上げた、みんな。盛り上げた。ネイチャーバーガーのこと知らないよって方、どこですか。これですよね、これですよね。あー、下げてください、下げてください。なんかすごい喋るね。一旦ちょっと、俺たち今ちょっと受ける下りをやってたんだけど。すぐ下げてくださいっていうね。芸人さんのやつ、つぶさないでください。エキスパートに任せてよ。すいません、すいません。逆に白キャンは我々のこと知ってますかね、ネイチャーバーガーのこと。私知ってますよ。知ってます。いっぱいいろんな人が喋るよね。あ、知ってた。全員知ってるわけではない。いや、全員知ってる。タマスイでしょ。はい、タマスイ。タマスイ。あ、そうです、あの、タマスイっていう。拍手をお願いします。ギャグが出ました、ね、やってるんですけど、すいません、ごめんなさい。ちょっと、さっきのもうね、ライブもすごい感動したんですけど、すごかった。なんせお客さんの熱がすごいから、とんでもない面食らっちゃって。さっき見てましたよ、ね、いや、さっき見てました、はい、そしたら、前にマサイ族みたいな方で。お前言ってやんなって。すごい飛ぶ、フルジャンプでしたもんね。すごい跳躍力で、ね、人間ができる最大のジャンプしてました。ありがとうございます。すごかったっすね。びっくりした、前にもいるし、ね、後ろにもいたからびっくりしたよ、ほんと。やっぱお客さんが盛り上がってるのは最高っすね。さっきの名前呼ぶやつ、僕らもやっていただきたい。いや、そうですよ、僕らもやりたいっすね、あれ。え、一番悪いとこはないですよ。めっちゃ喋るスタンスなんですね、皆様ね。あずさーみたいなですね、俺らも食らいたいっすよね。僕ら、僕、三浦亮介って言うんで、はい、三浦亮介ですって言ったら、なんで嫌なんだよ。別にたまたま被るのはしょうがないでしょ。いや、一人で三浦さんと。ちょっと、いや、同じ名字やと怒られる。そう。それもしょうがないでしょ、どう考えても。割といるからね。今日で解明してもらっていいですか。ちょっとじゃあ、三浦亮介ですって言って、亮介って呼んでもらっていいですか。あ、いいね、それはね。三浦亮介と申します、お願いします。すごい、すげえ、ありがとうございます。白キャンのお客さん、いい人すぎない。優しい。ありがとうございます。じゃあ、僕がですね、笹本はやてって言うんですけれども、みんなではやてって言ってもらってもいいですか。はい。あ、タマスイでもいい。あ、じゃあタマスイにしましょうか。いいですか、皆さん。はい、他のこのタマスイってやつあるんで、笹本はやてって言ったら、みんなタマスイお願いします、ね。はい。はい。はじめまして、僕の名前が笹本はやてと申します。よろしくお願いします。タマスイ。すごいな。何人かやってないな。なぜやらない。なぜやらない。よく見てたね、はい、俺嬉しみが勝ちすぎて、もうどうでもいいから。ありがとうございますね。ありがとうございます。優しいお客さんでね。じゃあ、はい、メンバーと一緒にコーナーで盛り上がっていきたいと思います。やっていきましょう、皆さん。ありがとうございます、はい、皆さんよろしくお願いします。盛り上がっていきましょう、皆さんね。早速いきましょう。まずはこちら、はい、ぴったりセブン。ぴったりセブン、これはいいですよ、ぴったりセブン。さあ、今から白キャンのメンバーにね、お題を皆さんに出していただきます、はい。そのお題に該当する会場内のファンの方の人数がぴったり7人になると、クリアでございます。なるほど、はい。いいともと一緒ですね。そうですね。はい。例えばですね、今日の朝ごはんパンの人っていうお題が出たら、その中で会場の皆さんに手を挙げていただきまして、はい、そのうちで7人ぴったりだったらクリアでございます。そうでございます、はい。ちなみに、今日の朝パン食べたよって人。はい、はい、食べた。米粉の。米粉のパンを食べた。米粉のパン食べた。ちょっと尖ってるな、まあ、米粉のパンは。何十人もいるから、これは失敗だ。ちなみに何のパン食べたんですか。クロワッサン食べました。クロワッサン。おしゃれ、優雅な。優雅な。ライブ前に米粉のパンを食べたと。こういった感じでどんどんいたってまいりますので、よろしくお願いします。これを7人ぴったしを目指してもらうというね。じゃあ、まずは誰が挑戦しますか。誰からいきますか。あ、元気。じゃあ、小野田さんお願いしようかな。はい。はい、お願いします。あずさは、東北出身なので。あ、そうですね、東北出身。この中で、東北出身の人、うん、結構いるんじゃない。結構いるって、絶対早いって。早いし、まだ言ってないやろ。結構いるんじゃない、東北。え、東北でいい。え、東北地方にしちゃうと結構いそうな気がするけど。7人ぴったりやろ。東北のどこなんですか、出身は。秋田7人は無理か。きついかな。秋田7人ってきついか。そう、僕も会ったことないです、7人も。住んでたとこは。住んでた。秋田、青森、宮城。で、こう、いろいろ行かれたと。住んでました。その3つで行きますか。めちゃくちゃ早いって、なんか手挙げてるから。早いです、お兄さん。7人ですからね、これ。はい、7人。どうだ。じゃあ、それにしますか。東北にします。東北地方。結構どっちがいいかも。自分で考えてください。誰もそう、ね、はい、助けれないんで。でも、その住んでた3つでいいんじゃない。分かった、ね、3つで良さそう。住んでた3つでよろしい。秋田、青森、宮城。さあ、というわけで、はい、お題言い直してください、お願いします。はい、秋田、青森、宮城県出身の人、せーの。
せーの。なん？はい。あ、おお、めっちゃいいじゃない？しっかりしっかり手上げて。奥がしっかり手上げて。一、二、三、四、五、六。もう一人ね。もう一人ね。私、ダメ、私は最後のピースじゃないの。私は最後のダメ、そんなおしゃれなことさせない。6人ですね。というわけで失敗。惜しい。めちゃくちゃいいラインだった。ちなみに東北だったらどうだったか聞いてみますか。あ、確かに東北だから東北だったよって方。福島とか。あ、でこれ何人だ。あ、結構増えちゃった。これだと多いですね。多いね。これだと8人になります。今ぐらいの質問めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいい。うまい。めっちゃうまい。このゲームいいね。うまいですね。じゃあ続いて誰がいきましょうか。じゃあ、はい、いきましょうか。じゃあはい、お願いします。はい、いきます。じゃあゆりなはあの2月生まれなんですけど、うん、なんか2月生まれの人あんま出会ったことなくて。そんなことないの。絶対そんなことない。だからいけると思うんですよ。2月生まれの人。はい。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。2月ってねちょっと少ないっすもんね。ちょっと少ない。そんなイメージない。寒いからかわかんないけど、ちょっと少ない。あんまそのイメージないっすけど。2月って寒いから少ないとかないのよ。じゃあそれでいきますか。はい、行きましょうか。まあ意外といないかもしれないですね、はい。2月生まれの人。せーの。はーい。あれ、いいじゃない。少ない。1、2、3、4、5、6、7。え、7じゃねえか。え、7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 、
さあ、というわけで投票方法ですけれども、皆さんはですね、入場時に入っていただいてオープンチャットございますね。オープンチャット、はい、そちらでアンケートの投票をしてください。はい、全員が食べ終わった後に笹本のね、投票開始の指示で、皆さん合図が出ますので、激辛たこ焼きを食べたと思うメンバーに投票をお願いします。はい、そして今回見事的中した方にはですね、好きなメンバーが選べる写真撮影券をプレゼントします。はい、そうでございます。おもっと大きな拍手してくれんと、ここは僕も入りますから。ありがとうございます。はい、オープンチャット。はい、さあ、というわけで皆さん、激辛とかいかがですか？ジャニーさん、大好きです。大好き、三浦さん大好き、大好き大好き。あ、じゃあ全然当たったらね、多分全然食べれちゃうと思います。全然食べれちゃうなら、その普通に食べた時も演技はちょっとあれですね。そう、だからみんなを伺いながらやらないと逆に難しくなります。横見てたらバレちゃうから、伺ってるなってなっちゃうから。西野さんとかは得意ですか、激辛？なんか美味しい辛さは好き。あー、今日は美味しくないかも。そうね、いたずらに辛いやつ、超激辛です。チゲとかではないから。皆さん、電波とか大丈夫そうですかね？どうですか？ここ電波ない、ちょっと電波入んないよって方どれくらいいらっしゃいます？大丈夫そうですか？あ、電波入らないですか？電波入らない。何人か入らない方もいらっしゃいますね。じゃあ、まあ挙手制にしましょうか。そうしますか。オープンチャットでやったら多分電波入んない人参加できないんで、あの、誰がっていうのを挙手制でやります。はい、挙手しまして、はい、皆さん大人だからまあ大丈夫でしょう。そうね、それもし当たったり外れたりしても、はい、ね、その不正をやらないと信じて、信じております。大人が集まってるんで、真っ白なキャンバスだと信じております。そうですよ、はい、はい、みんなで作りましょう。はい、ね、さあ、というわけでメンバーの皆さん、大事なたこ焼き、これ選んでください。冷めちゃう、冷めちゃう。そうそう、やったかいの、怖い。それでもなんか、これで見分けようとしないでください。そうそうそう、じゃあこれにします。じゃあ一人選んでいただいてね、皆さん、お箸持って。はい、ポケセットそこに置いておいて大丈夫ですか？ガシャーってなっちゃわないですか？大丈夫？さあ、皆さん1個ずつ持っていただいて、はい、さあ、皆さんこの間も、ね、じゃあ、せーので食べていただきます。じゃあ、皆さんね、皆さんよく見といてください。じゃあ、行きますよ。せーの、じゃあ、皆さん食べてください。いただきま す, ますせーの、いただきます。さあ、どうでしょう。さあ、演技見ましょう、皆さん、はい、パクッといって、パクッパクッといった、うん、あー、結構ね、全員パクッといってますね。はい、みんなめちゃくちゃリアルな演技するんだ。どうだ、辛い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 。待って待って、やばいかも、ね、あ、うまいね。うまいよ。麦田さん、麦田さん何してるんですか？麦田さん、うまいよ。麦田さんがどっちかわかんない。さあ、というわけで、もう食べ終わりまで見ましょうね。食べ終わり、食べ終わりまでね。この水飲んでるから辛い。やばいやばいやばい。小野田さん、辛い辛い辛い。麦田さん、もうちょっと演技してください。麦田さん、麦田さん、逆にのパターンありますか？逆に、わからないですけど、はい、辛すぎてそれになってるのか。どうだ、ガチでやばいよ、ガチでやばいよ、ガチでやばいよ。出川さんみたいな人がいらっしゃる。さあ、というわけで、ここから投票いきましょうか。はい、じゃあ皆さん表情を見せてくださいね。はい、じゃあ皆さんに手を挙げてもらって、はい、誰が超激辛食べてたか当てていただきたいと思います。これでもわかんねえな、正直。俺もちょっと大丈夫か。本当にね、辛かった可能性あるね。大丈夫ですか？え、なんすか？一人だけ一緒にむせてる。超怪しい、笑ってるという声もありますけど。あ、確かに、ね、じゃあまず三浦さんからいきましょうか。あちらからいきますね、はい、じゃあ三浦さんが超激辛食べたと思う方、挙手。特攻隊みたいな手の挙げ方してますけど、もう好きだから手挙げてるみたいな。すごい、一人だよ、一人だけです。まだ一人。でもすごい、激辛が得意だったから。そうね、そう、自分ではおっしゃってましたからね。どっちの演技かね。じゃあ兄貴は、じゃあ三浦さんってことですね。はい、お願いします。はい、分かりました。じゃあ続いて、浜辺さんが超激辛を食べたと思う方、挙手。うわー、なるほどな。あ、本当に。あ、そうだった。辛かったです、めっちゃ。じゃあ今の方たちは、あの、覚えておいてくださいね。自分が浜辺さんに、そして隣の方も、この人は今浜辺さんに手を挙げたという、みんなでそのね、はいはい、防止しましょう、これを、ね。はい、さあ、続きまして、麦田さんが、ここよね、超激辛を食べたと思う方、挙手お願いします。あー、なるほどね。あ、意外と賭けに出てる人結構いますね。そうね、だいぶ麦田さん食ってない感じありましたけど。そうそうそう、まあ普段の麦田さんがね、我々もちょっと存在してるんで、もしかしたらという可能性もありますけど、実はねっていう、ね、さあ、じゃあ皆さんね、覚えておいてくださいね、はい、さあ、続きまして小野寺さんが超激辛食べたと思う方、挙手お願いします。おー、ちょっと割と少なくなって。あ、でも結構ね、5人、5、6人はいますね。なるほどね、辛かった。
辛かった。いやいや辛かった。本当ですかそれ。辛かった。だいぶ下手ですよ、演技は。わからないですけどね。さあ、続きまして、西野さんが超激辛食べたと思う方、はい、挙手お願いしまーす。あ、ここはちょっと多 い, い, 多いね。多いね。確かに、だいぶ辛がってる感じありました。じゃあ、皆さん覚えておいてくださいね。さあ、じゃあラストでございます。ラスト、橋本さんが、超激辛食べたと思う方、挙手お願いしまーす。なんでめちゃくちゃ多い。なんでなんでなんでですか。あ、もう、明らかにって感じですか、ね、明らかでしたか。あ、そうですか。じゃあ、皆さん覚えておいてくださいね。はい。じゃあ、というわけで、メンバーの皆さん、僕が今からね、食べたの誰ですかと聞きますんで、はい、本当に超激辛食べた方、一歩前に出てください。はい。行きましょうか。さあ、それでは、白キャン、演技を、超激辛食べた方、どなたでしょうか、お願いします。はい。マジで、いってらっしゃい。すごいです。いや、あそこ手上げないって、三浦さん上げろ、ボケだもん正直。そしてそして、うますぎー。マジで橋本さん食ってねえの、辛いの。俺絶対橋本さんだと思った。俺もそう思った。ごめんね。ごめんね。いや、なんかちょ、青のりついてたら嫌だなと思ってずっと開けるもんですよ。いやいや、そういうことね。なんか途中見てたら手も震えてて、うん、こ細かいな、経営が。こいつもっと隠せやと思ってたんやけど、めちゃくちゃうまいんや。マジで。というわけで、すごくない？もう分かりやすくお兄さん一人が手に入れて。いや、これ平和、平和ですかね、逆に平和。すごいじゃん。すごいですよ、それは。勇気に本当に称えたい。いけないもん、普通。じゃあ、小野寺さん、挑戦してみていかがでした？いや、でも結構上手だったと思います。上手だった、確かにね。下手でしたよ、だいぶ。あげてくれた。あげてくれてね。さあ、麦田さんもいかがでしたか？え、たこ焼き好きなので。はい。何ですか、たこ焼き好きなので。かわいいで甘やかしてる。甘やかしちゃダメですよ、まだ待ってくる。どういうことか分かんなかったんやけど。楽しかった。楽しかった。楽しかったか。たこ焼き好きだから楽しかった。何も責めれないな。衣装さんいかがでしたか、演技してみて。辛いの食べてみたかった。あ、怖いな。どんな刺激があるかっていうね。うん、なるほどね。だいぶ辛かったんですもんね。浜辺さんいかがでした。なんかこういう辛い演技とかあんまりしたことなかったんですけど、はい、上出来だったかなって思います。確かにね、何人か挙げてみましょう。だいぶ多かったっ、ね。さあ、女王の三浦さんいかがでしたか。いや、あなたすげーよ。いやー、でもなんか酸っぱいかったです。なんか、わけわかんなかった。タバスコねえのか。いやいや、タバスコがなんか酸っぱくて。タバスコが酸っぱい、酸っぱめだったんですよ。酢が多くて。でもみんな水飲んでるから水飲まなきゃと思って、とりあえず水飲みました。演技で。あ、そうね。そうそうそう。本当にね、裏でスタッフさんがめっちゃ入れてたんですよ、ね、めちゃくちゃ入れてた。でもそんな周りにも赤いのそんなついてなかったんです。まあね、七子ちゃんには足りないね。あなたもすごいし、あなたもすごい。大きな拍手を。この二人がすごすぎて。マジで最強。すごいじゃん。さあ、というわけでラストのコーナーいきましょうか、はい、ラストのコーナーはこちら、白キャンディベート対決。おー、これは面白いですよ。はい、ルールは至ってシンプルでございます。メンバー同士でディベートをしていただき、どちらがより説得力があったかをファンの皆さんに決めていただきたいと思います。なるほど。ちなみにですけれども、僕らはちょっと詳しく知らないですけど、メンバーの中でくじ喧嘩とかそういう言葉が強い方っていらっしゃるんですか。そうですね。言葉が強い人、うん、まあその結構こうね、強く言うというか、ね、こう、あ、ダメだよみたいなとかね、みんな優しく。あ、そうです、プロデューサー以外は。プロデューサー以外。あ、プロデューサーっていう人、そんななんだ。怖い人がいるんだ。あ、そうなんや。あ、そうなんやね。今日来てないから大丈夫。今日来てない。今日は来てない。あ、じゃあやりま、何してもいいんだ今日。何してもいい。今日来てないから言ったろうじゃないのよ。じゃあ、というわけで、じゃあ、まずはディベートを1対1で戦っていただきたいと思います。1対1でディベートやっていきます。まず最初は、西野さん対、橋本さんいきましょうか。はい、3期対決。さあ、2人は前に出てください、お願いします。はい、うわ、今日で仲悪くなっちゃう、はい、やだ。そうね、そのギリギリら辺まで行ってください。そう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 。仲悪くなるまで行かない。説得力で勝ってください、ね、そうそうそう、はい、なんか緊張してお腹痛くなってきた。やめてください。大丈夫？大丈夫です。その本当に失敗させるようなこと言わないでください。失敗しちゃうからですね。じゃあ2人に戦ってもらうテーマは、はい、ディベートテーマはこちらです。うどんとラーメン、美味しいのはどちらか。
うどんとか、ね、平和ないよな。これはね、まあまずはね、はい、まあどっちもな。というわけでどちらがどちらやりますか。はい、うん、じゃあ、ラーメン。ラーメンが好き。全然、自分大好き。じゃあ、ラーメン、うどんでいきましょう。ラーメン、うどんね。西野さんがラーメン。さあ、というわけで3分間でございますね。じゃあ、行きましょうか。はい。橋本さんがうどん。はい。西野さんがラーメン。ラーメン。はい。それでは行きましょう。3分間のディベート対決、よーい、スタート。うどん何がいいのか、うどんの何がいいかわからないですよ。うどんは、調子悪い時も食べれる。あ、ラーメンもじゃない。ラーメン、それってあなたの感想ですよね。でも負けんな。でもうどんって小麦粉だから肌に悪いよね。あ、そうなんだ。それで言うとラーメンも油なんて肌に悪いですよね。でも小麦粉の方が肌に悪いから。めっちゃやばい。ラーメン小麦粉じゃない。水かける。しかも味薄いし嫌だ、千秋。え、うどんも味濃いのあるよ。嫌だ。味の濃さでいいよね。あ、そっか。まあでも、まあ私は好きだから。すすりづらいしね。すする人から言うとラーメンの方がすすりやすい。私すすれないんで。すすれない人は麺食べないでください。やばい。怖いな。でもいいですか。すすっていいのは日本でそばだけです。日本人だからよくない？すすらないの話なんだ。日本でそばだけ。美味しいそんなデータあるんですか？第三勢力だったらやめてください。そういったデータあるんですか？変な戦いした。じゃあ逆にそちらのデータはあるんですか？え？何のデータですか？皆さん聞いてませんでした。ラーメンの良さ聞いてもよろしいですか。そうですよ。ラーメンの良さを、良さを言ってください。ラーメンはいつ食ってもうまいんですよ。男みんな、男の人とかも女の人とかも、はい、現場終わったらみんなうどんじゃなくてラーメンじゃない？この後終わったらね。ねえ、ラーメンの方がうまいよね。うまいよな。さあ、うどんの良さ。しっぽりうどんなんて食べないよね。まあ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 、まあ、うどんまあいいよ、ラーメンじゃない？別にさ、そんなさ、毎日ラーメン食べるやついなくない？でもさ、いるじゃん。あ、これ私たちのディベートなんでちょっと静かにしてもらっていいですか。だいぶ語りかけてるけど。さあ、ラスト30秒でございます。さあ、うどんの良さは、まあでもうどんの方が長生きできますよ、普通に。なるほどね。そういったデータあるんですか。あります。え、証明できますか、ここで。できます。え、じゃあ今ここで出してください。調べてください。デープ悪いんですけど。でも本当に出ないと思う、そういうデータ。小麦粉体に悪いもん。まあでもラーメンも体に悪いんで。まあでもどっちが美味しいかっていうとうどんです。終了。怖いよー。どのだよ。何に対して怖いの。足が震える。いやいや、だいぶ陰湿な戦いしてましたけど、データがあるとかないとか。怖いよ。証拠あるんですかって言うんですよ。うどんかラーメンで。さあ、というわけでお客様に決めていただきたいと思います。まず西野さんのラーメンの方が美味しいと思った方、大きな拍手お願いします。拍手やて、拍手やて。お兄さん、あー、なるほどね。マサイのお兄さん、拍手で。さあ、続きまして、うどんの方がいいと思った方、大きな拍手お願いします。もうみよちゃん判定。佐藤さん、お願いします。うわ、勝者ラーメン。ラーメン。ラーメン。え、ちょ、ガチで、だって今人数で見て、うどんの人たち、少人数だけど。これは大事にしたいよね。もううどんは終わったんだ。覆らないです。はい、めっちゃいいよ。どっちも分かんなかった。あ、違う違う。目悪くて。拍手の大きさは確かにうどんの人が頑張ってたんだけど、人数で言うとラーメンだったよ。そうそう。もうやめよって、これ。やめよ。あの、勝ったのよ、あなた。え、でも多分千秋が言っていいですか。いいよ。勝ったんだよ。なんか千秋が言ってるからじゃなくて、みんなただ単にラーメン好きだからだと思う。そんなことないよ。そんなことないよ。それでもいいの。でも、頑張ってたから。それも大事。うん。え、チャーキー、口喧嘩悪強くないよ。大丈夫。後でみんな、誰も話聞いてあげて。はい。後で話聞いてあげて、みんな。大丈夫だから。そんなイメージないですから。ないから、大丈夫ですよ。はい。じゃあ、もう終了しますか、どうしますか。強いわけでもなかったからね。ね、じゃあ次の試合行きましょうか。はい。続いての試合は、浜辺さん対麦田さん、お願いしまーす。これはすごい対決よ。麦田さんが果たしてどれぐらいディベート強いのかよね。全くベールに包まれてる。なんだっけ、さっき麦田さんディベートのことなんか、なんて言ってたっけ。え、ごめんなさい、ごめんなさい。ディベートやったことありますか。リチャードって言ってました。ちょっとごめんなさい、あのラーメンの子がちょっと捨てちゃってる。ごめん、そんな大事ですか、この企画どこ考えたの。マジで意味わかんない。違うじゃん。マジで意味わかんない。俺らじゃないっすよ、これ考えたの。俺らじゃない、これは。マジでマジで意味わかんない。俺らじゃないんで。
ラーメンで勝って泣く人見たことないから嬉し泣き、まあ、まあ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 そういう日もありますよ ねだって別に強くなかったデータがうんぬんって言ってるだけだったからやめよこれ普段ねこんなね言い合うことないから、うん、いからそうねじゃあ今のは多分気強い女って思われたのが嫌だったあ、そういうことねみんなはラーメン好きだっただけですよね乙女心がね思わないってあれ見てじゃあ初めさん対いきましょうかじゃあ森田さんで大丈夫だよ続いてのお題はですね飼うなら犬か猫かうわこれはいい勝負できるんじゃないですかじゃあ犬どちらが選びますか向田さん犬あ自分からなんだなんその手挙げてないみたいなどういうこと学校じゃないんだよここ向田さんがじゃあ犬犬で犬ねじゃあ犬、はい、さんが猫ちゃんでお願いします、はい、さあじゃあ3分間のディベート対決よーいスタートさあ猫の方が可愛いよっしゃ先行行きましたね声量で行く猫の方が可愛い声量対決はい犬はどうですか犬はなんか調べたらデータできたデータデータきたデータもデータ本当データデータでも言われるからね猫より犬の方が飼ってる人多いってめっちゃ強いの持ってきて本当にデータできましたよでも、はい、ゆりなも調べたらそうなんか犬より猫の方が飼いやすいって飼いやすさ大事ですよ皆さんどこに書いてあるのそんなのさあ犬は確かにあれダメダメ分けちゃうよそんなことないって犬も飼いやすいってあそうそうそうそ そう犬のいいとこね犬は調べたんですけど、はい、調べました。もうデータ、こっちにはデータがありますよ、皆さん。猫より賢くて、はい、賢い。なんかお座りとか、ああ犬は、ね、ができると、ちゃんと待ってくれたりする。あーそうね、確かにいいね、はい。なんかね、しっとりとめちゃくちゃ強い返しをしますね。猫ちゃんは。でも逆にあの賢すぎるとなんかいたずらしようとか。あ思っちゃうかもしれないし、はい、なんか猫はあまり頭良くないかもしれないけど、うん、なんか癒し効果が一番高いと思う。思う。さあ、おーじゃなくて森田さん。さあラスト30秒だよ。ラスト30秒。犬も負けじとめちゃくちゃ癒されます。はい、そうね。癒してくれると。同じ癒し。はい。でも猫の方が比較的触り心地よくてあと毛がいっぱい抜けるから、はい、なんか持ってこれる持ってこれる猫を一緒にいる感じ一緒にいる感じを味わえるちょっと怖い怖いね一緒にいる感じ怖い感じでしたけどねさあラスト10秒ハウスダストの人とかはワン犬が飼いやすいかもしれないかもしれない終了あ結構ほんわか対決でしたからね、はい、ほんわか対決ねいいとこも悪いとこも伝えてくださったハウスダストとか言ってたハウスダストの人はって言ってたからびっくりしたけどさあというわけでお客様の拍手で、皆さんにね、はい答えをねもらいたいと思いますい、ね、さあというわけでまずは浜辺さんの猫ちゃん猫ちゃんが良かったと思ったら大きな拍手お願いしますはい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 あーでもなるほど結構多いですねさあというわけで麦田さんの犬の方がいいと思う方大きな拍手お願いしますこの判定お願いします勝者麦田さん麦田さん強い強い確かになんか、はい、ゆっくり刺しに行ってる感じありますよねそうそうそうこのあれ、はい、聞きたいなんかデータで、はい、なんか犬飼ってる人の方が多いみたいに言ってたじゃないですか、はい、犬飼ってる人聞きたい あ確かにもうさそデータとかやめろ よ, ろよなんでおめえらすぐ 裏を取らなくていいよ裏取らなくていいよ別に、まあ、大事だからワンちゃん飼ってる方聞きたいと聞きたいじゃあワンちゃん飼ってる方どこいらっしゃいますかあー結構いらっしゃいますねあーそうねまあまあ、はいはいはい、猫聞いて多かったらさじゃあそれはユリナが悪いんだ一応ね一応この現場に関してだもんね、はい、じゃあ猫ちゃん飼ってるって方どこいらっしゃいますかああーでもいっぱいいるでもなんかあれだねどっちもどっちって感じだね何の違いだったんだどっちも可愛いからこのデータ取ってどうするんだ7人ぴったりいけるかなと思ってさあというわけでね7人ぴったりも終わったのよいつまでもやってないですからはい帰ってきましたさあというわけで、コーナーは、ね、以上となるんですけど皆さんファンの方といろんな客をやりますけどいかがでしたか小野寺さんいかがでしたかはいでも普段なんか意外にあんまりこういう機会がなくてはい
なので楽しかったですね、みんなのお顔もいっぱい見れて。そうね、楽しかった、いただきました皆さん、ありがとうございます。いや、さ、良かったですよ、これは、はい、ファンの方の交流ですよ。三浦さん、いかがでした？なんかメンバーのディベートとかもなかなか私たちも見れないので、あ、そうなんだ、貴重な、確かに。でもファンクラブならではって感じで、あ、そうね、確かに、ファンクラブイベントならではな感じで楽しかったです。もうディベート対決はもう やりました。もう禁止で禁止で一夜限りでお願いします。さあ、浜辺さん、いかがでしたか？最後負けちゃったんですけど、はい、7人ぴったりできたので、もう確かに、確かに、そうだわ、ありましたもんね、ぴったり、そうだったわ、はい、すげえわ。さあ、麦田さん、いかがでしたか？なんかこういうライブでこんなに喋ったの初めて。そうなん、確かに、今日めっちゃ喋ってるの。あ、嬉しい、じゃあ、よかったよかった。あ、そうなんや、めちゃくちゃいいな、じゃあ激レア回だ、喋りなよ、いっぱい。そうよ、今後はいっぱい喋ってください、はい。さあ、そして西野さん、いかがでしょう？お帰りなさい。楽しかったね。じゃあ、よかった。よかったよ。じゃあ、よかった。じゃあ、よかった。ラーメン派で勝ってどっか行くの？応援してますね、我々もね。さあ、そして、いかがでしたか？はい、あの、ちょっと、うどんの良さを伝えきれなかったんで、もうちょっと頑張っていこうかな。大丈夫よ。みんな多分、知ってはいるから、うどんの良さ自体は。さあ、というわけでね、コーナーは以上でございまして、はい、この後もね、ライブ続きますんで、皆さん楽しんでください。楽しんでください。MC はネイチャーバーガーでした。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、頑張ってー。お邪魔しました、頑張ってください。すごい新鮮だったね、笑い芸人さんが企画の司会をやってくれた。そうだね、みんなの前でこうやってやるのはね、初めてかもしれない。新鮮でしたね、嬉しいね。ライブだから、落ち着いた、元気出して。おい、盛り上がっていけんのか。私、次、曲振りなんです。みんなピンクで盛り上がっていけますか？新しすぎる。みんなもっと声出せますか？この調子で後半戦楽しんでいきましょう。戦うから披露させてみたい。勝てなくて落ち込んで逃げていた、逃げていた自分から選んだのに見失ってた。泣いてみた、叫んでみた、争いは嫌いだと。個性とか自信とかは足らなくなっていた。目の前の戦いに何度でも青春を
失って気楽なバカになれやしない。叶わない理想なら孤独なやつになりたくない。透明な明日も真っ白な今日も捨てきれない気も飲まれてしまって実はすでに迷子に落ちて感情をめかした私は歌って何もかも幻想とかすこのおかげをダサダサすべて白に染めて正解なんてないけれど間違いだってないから何もとにもなってない頭の生きる身を理由を綴らせて正解に満ちた空白に私を描くから気がつけば受け入れていた。一つずつ歩んでく二人に一つずつ失うのか。あれげも今日もれげも無覚本当に絡まって嘘でいいなんて嘘だ。遠ざかる夢へと転がっていけ。
その先の未来のため立ち止まりを倒す
も悲しいわけじゃないよ。嬉しいこと悲しいことも全部私とあるんですよ。君とないとどこまでも笑いながら歩ける。夢をきっとありがとうございます。はい、ファンクラブになって2回目のイベントだったんですけど、こうやってみんなとね、ファンクラブでも、ごめんなさい、さっき私たちのアトリエですね、私真っ白なアトリエって言っちゃう、嘘、ね、私たちのアトリエこれからも続けていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございますでもね、今日エマちゃんがねお休みだったんですけどな、ね、なあの出しなったんですけどな、本当にねギリギリまで出たいって言ってて、ね、今日海外の方がね最後だからって言ってて、なんかそうなの、なんで朝が泣くの、泣いて本当にギリギリまで、あ、そうなの、よかったまた来るってよかったです。いや、ファンクラブ限定すぎる、本当にギリギリまで出ようとしてたから本当に伝えたかったです。ありがとうございます。早くね元気になるといいよね。はい、そしていいですか、なんだかいいですか、なんとここで真っ白なキャンパスからお知らせがあります。うわ、7月の25日に真っ白なキャンバスニューシングルのリリースが決定しました。やったー、いっぱい新曲できて嬉しいね。そして、はい、そしてなんとなんと聞いてきて、今日いないんですけど、鈴木エマと麦田ヒカルのユニット曲のエマ麦っていう、麦エマじゃない、麦エマが収録されております。ユニット名がね、ユニット名が麦エマです。そう、他にもね収録曲があるんですけど、いろいろこれから公開されるのでよかったらチェックしてください。お願いします。お願いします。いいね、二人の最下入日にユニット。そうなの、ね。そうなの？そうだよ。私の誕生日の前日に入ってきたんだよ。エモいね。めっちゃ楽しみでも。ね。うん。ぜひぜひチェックしてください。お願いします。そして、5月の20日に私西野千秋生誕祭の生誕、ん？西野千秋の生誕祭が Spotify All West にて開催します。今週末もうすぐ土曜日、今週末らしいよ。やばいね。やばいよね。準備しなきゃ、ちゃんと。準備しなきゃ。もっといっぱいしなきゃ。一般チケットも販売中なので、気になった方、ぜひぜひ来てください。お願いします。お願いします。はい、そして真っ白なキャンバス、6月の8日に生バンドライブ、7月の8日に川口カステラシアターで、フリーライブの開催が決定しています。こちらも皆さん、ぜひお越しください。よろしくお願いします。お願いします。前回どっちも生バンドもフリーライブもめちゃめちゃ良かったから、ね、今回も絶対いいものにします。楽しみにしててということで、またもしかしたらファンクラブ限定イベント第3回目もあるかもしれないので、皆さんまたそしたら遊びに来てください。またお会いしましょう。本日はありがとうございました。それでは以上、私たち真っ白なキャンバスでした。ありがとうございました。